クローフォード軍はアメリカ合衆国ジョージア州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は12,630人であり、2000年の12,495人から1.1%増加した。軍庁所在地は国勢調査指定地域のノックスビルであり、同軍で人口最大の都市はロバータ市である。 クローフォード軍はジョージア州中西部にあり、州内57番目の軍である。広さ325平方マイルの軍は1822年12月9日にハウストン軍から分離して設立された。もともとこの土地は1821年のインディアンスプリングス条約により、クリーク族インディアンから譲られたものだった。軍名はウィリアム・クローフォードにちなんで名付けられた。クローフォードは、 ジョージア州選出アメリカ合衆国上院議員、中フランス大使、アメリカ合衆国財務長官を務めた。1824年には、ジョージア州から初のアメリカ合衆国大統領候補になった。ベンジャミン・ホーキンスとクリーク族インディアンこの地域で、初の白人開拓者は、インディアン代理人のベンジャミン・ホーキンスとその家族だった。1803年に入職し、 フリントガー沿いに5平方マイルの農場を建設した。この中には店舗1軒とプランテーションがあり、クリークエージェンシー保留地と呼ばれるようになった。ホーキンスはクリーク族によるホーキンス記念碑を好んだが、多くの白人と同様にインディアンはヨーロッパ系アメリカ人の生活様式を取り入れるべきと考えた。しかしクリーク族を説得しようとしたその努力も無駄に終わった。 ホーキンスは、この保留地で1816年に死んだ。ノックスビルの町は、ワシントン DC からニューオーリンズに至る、駅馬車と電信の通り道だった、連邦ワイヤー道路沿いに設立された。このことで、軍庁所在地に選ばれた。軍内で人口が多いのは、現在のロバータ市だが、法人を解かれた今もノックスビルが、軍庁所在地であり続けている。 現在の軍庁舎は2002年に建てられたものであり、1851年建設のものと置き換えられた。旧庁舎は今も歴史史跡及び博物館として残っている。ロバータ市は当初ニューノックスビルと呼ばれており、軍内では唯一法人化された都市である。1890年12月26日に法人化された。アトランタフロリダ鉄道の 89ホートバレー、里表には、ロバータ、1900年頃と書かれているように、鉄道事務所と倉庫として1886年に、町が始まった。その2年後この地に貨物と乗客の駅が完成し、その近くに人が入ってくるようになった。町民は町に鉄道が入ってくるように通行権を与えたハイラム・マクラリーに、町の名前を付ける権利を与えた。 マクラリーはその娘の名前をとってロバータと名付けた。1マイル離れていたノックスビル住人の大半は鉄道が開通した時にロバータに移転した。その後長く旅客列車が重要な交通手段であり、ロバータはフロリダ州に向かう観光路線の停車駅として繁栄した。鉄道が自動車に道を譲った後、ロバータは静かな住宅町となっていた。 1980年代には鉄道の軌道が取り払われ、路上のみが残っている。1950年から1965年にかけて観光産業はアメリカ国道341号線を通って海岸のリゾート地に行き来する形態に変わった。これがさらに週間高速道路ができて、交通のよはロバータからメイコン市移った。観光需要に合わせるために作られていた。 飲食店やモーテルがほとんど消えた。ロバータは現在小さく静かな南部の町になっている。軍内の他の町としては、ミュセラ、ゲーラード、ホーンズ、リー・ポープ、ゼニスがある。ミュセラは1895年にはジョージア州の地図に載っていた。アトランタフロリダ鉄道がミュセラの町を信号機停車駅として名付けていた証拠がある。 アトランタフロリダ鉄道は1880年にアトランタからフォートバレーまで105マイルの軌道敷設を始めた。この鉄道は最も直線的で経済的なルートであるカロデンからノックスビルに線路を敷こうと考えたがクローフォード軍が反対した。クローフォード軍はその軍庁所在地を鉄道が通ることを望まなかったのでアトランタフロリダ鉄道はその代わりにミューセラ経由を選んだ。 ミュセラが信号機停車駅になると、鉄道が農夫たちに、市場へ作物を出荷する機会を提供したので、近くのセレスの住人の多くがミュセラに移った。セレスは、ローマ神話の農業の女神からその名が取られており、ホープウェルとも呼ばれていた。綿花を鉄道で出荷できたので、セレスのコットン人が解体され、約2マイル離れたミュセラに移転された。間もなく、ミュセラに、 雑貨屋や郵便局が出現し、すぐに、軍北部の経済活動の中心になった。現在のミュセラは、過去の残影を止めるのみである。ジョアンナ・トラウトマン、テキサス州会議事堂にある、肖像画軍の歴史の初期はまず農業に依存し、続いて、牛の牧畜、木材の切り出し、砂の採取が、経済の主観となった。農業は重要であり続けたが、製造業と、医療、 社会サービス業が成長した。多くの住人は近隣の地域でも働いている。軍出身の著名人としては、ジョージア州から初めてアフリカ系アメリカ人としてアメリカ合衆国会議員に選ばれ、会員で演説を行った最初のアフリカ系アメリカ人になったジェファーソン・フランクリン・ロングがいる。ロングはアフリカ系とヨーロッパ系の根血であり、ノックスビルで奴隷に生まれた。 南北戦争後に解放され、仕立て屋となったが、権利の平等に興味を抱き政治の世界に入った。1870年12月に会議員に選ばれ、1871年3月まで、務めた。コカ・コーラの発明者、ジョン・ペンバートンもノックスビルで生まれた。ペンバートンは南軍で中佐を務めた、退役兵であり、戦後は、 ジョージア州発の薬局免許委員会の委員を務めた。その科学分析と製造のための最新式研究室から土壌と農産物の化学成分を試験するための州が運営する初の施設ができた。最初にローンスター機をデザインしたジョアンナ・トラウトマンはクローフォード軍で生まれた。トラウトマンはジョージア志願兵大隊にその旗を贈呈し、この部隊が1835年に テキサスに行って、テキサス独立の戦いを助けた。その旗は1836年1月8日に、初めてベラスコで昼帰り、1836年3月8日に、独立宣言の知らせがコリアドに届いた時には、ブラッディアームきと共に栄養された。トラウトマンはその人生の大半を、ノックスビルで過ごしたが、その意外は、テキサス州オースティンのテキサス州墓地に移され、 その栄誉を称えて、青銅製の彫像が建てられた。トラウトマンの肖像画もテキサス集会議事堂に飾られている。1775年、博物学者のウィリアム・バートラムがジョージアを旅行し、クローフォード軍で以前には知られていなかった植物を見つけた。バートラムはそれをハイジランジア・クエルシフォリアと名付けた。現在は一般にオークリーフ・ハイドランジアと呼ばれている。バートラムは、 スイートウォータークリーク近くの地域を快適で多様な田園風景と形容し幸福で実りあり健康に良い地域を約束していると述べていた。1800年代から1900年代初期にかけてクローフォード軍陶器が繁栄する産業だった。この地域のロング、ベッカム、メリット、ディクソンといった名前はその実用的なジャグや壺で知られていた。軍内の粘土や 初期のジャグ製作者に使われたリッチヒルのアルカリ性油薬は今日でも定評がある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は326.45平方マイルであり、このうち陸地325.01平方マイル、水域は1.45平方マイルで、水域率は0.44%である。 週刊高速道路アメリカ国道ジョージア修道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。